わけで始まりました。生ドルル TV、本日から全国キャラバンということで、運営の方から社長のキャオッピさんと、運営のマットゥーさんが、札幌に来てですね、札幌、凱旋っていうんですかね、なんかその、いろいろこう見て紹介してみたいな放送をしながら、お食事会もあり、飲み会もありみたいなっていう会がね、今日アフリカのあれであるんで、僕もちょっと参加していきます。はい。今日はアフリカ TV の、ギャオッピさんとマット TK さんと、ね、皆様で、放送していきたいと思います。ちょっとお二人が入ってくると思うんで。正面を向いて食べ終わってからで、ね、足の皮を抜いて、腕も持ち上げてもらって、ポイッて、おー、すごい、軽い、軽い、うん、重いのか、もうちょっと重いのかなと思ったら、全然、それでは、200g ない、BJ の電気さんに、先ほどね、ちょっと調理が。黒って可愛いけど怖い。でも本当に言うと可愛いですよ。可愛い。あ、下に降りてきたんじゃん。うん。あ、大丈夫かな。乗るかも。でもね、あのウィッグかぶってるんで多分。わ、おお、すげえ。すごい。迫力がありすぎる。いかに大きいかってこれで絵面でわかります。おお、わかります。皆さんすごい。じゃあ重さはどうしてるかです。えっ、そっか、羽がほとんどなんですね。そうです、大きさ。でも持っていただいて。でもなんか軽いしてない。すごい少女な絵面になってますけど、なんか動いちゃいけないかなっていう、この動くと多分さっきのマダラの方に一番あるところで。でも、ワンコミットって言うと、意外と柔らかい。あとはね、今こちらに、ドルフィンちゃんが、ハリネズミとかも、すごい可愛いですよね、まん丸で。痛くないんですか？全然、意外と。意外と。からラーメン食ったみたいな。顔が暗って。大丈夫。もじもじしたのが一番あれなの。かわいい。痛いよ。丸まってるもん。かわいい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 。大丈夫、怖くないコロコロが嫌いなんで。でも、アヒルさんとかに使って頭が逃げて逃げてすごい嫌がられて止まってくれた。トリッシュの方ですかね。いいやいや、触れるのかから、いいなから。でも、俺も触れないから。なんだよ。マックさん。今、また飛び出すと、行きましたね。インコがね、いるんです。あ、でね、
お客さんがいる人だと喋れないけど、オウムがね、言葉喋れるオウムがで、人懐っこい、アステリスク。おはようございます。こんにちは。あと、アップ WW。アップアップ、そうそう。めっちゃかも。エキさん、癒されてる？お、これすごいレアな。そうですね。名前が残りもする。そうですね、かわいいんだけど、この、うん、つぶらない、ハリネズミの音がしくて、でもハムスターみたいな顔を撮れて、全然笑ったりするような。お、来た来た来た、飛んできますね。顔を見せて、アステリスク。顔ね、こっち向いてくれるかな。いや、でも本当は見てる。お、いたいた。お、来た。すごいな。どこ行きたいんだ。どこ行きたいの。くる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 してる。ドルフィンさんがもうすごい手なずけちゃって。かわいいですね。ね。まあ昔ソフィーを買ったんで。ああ、そうなんですね。かじられろ、かじられろ。入った。そんなもらってないですけどね。ええ。それ苦手。まあでもちょっとあの頑張ってフクロウをなでなでしてみようかなと思います。はい。ただ金運アップになりますもんね。あ、フクロウ。フクロウはね。タヌキ工事でフクロウをなでるっていう。タヌキも金運だし、フクロウも金運っていう。よし。縁起がすごい。まあ今この時間はちょっとまあフクロウをなでて金運アップで。夜になったらタヌキをなでて、昨日のタヌキをなでて、はい。じゃあ、え？どういうことですか、ちょっと。いやいや、そのタヌキ工事って通りがたくさんあるので、うんうん、そこでね、出会うでしょう、タヌキちゃんたちと。ちゃんちゃん。ね。まあいいでしょう。かわいい。すごいね、スタイリッシュ。ちょっと電波、ちょっと出し落としましょうか。うん、一回配信切りますね。うん、他のお客様にちょっとね、うん、こう注意事項でお客さんとか、私たち手の甲で身を投げる。へえ。マッサージとか、はい、うん、クリームに足には触れないよ、うん、マッサージもこれでマッサージ、まあ多分ガッてやっちゃう人が、うん、っていうカンペがあります、うん、ソフティー、ソフティー、ソフティー。携帯のデータ、あの携帯の 4G ではないかな。今のオナラじゃないの？いつらなっただけ。カンペ、そうカンペ、ここにあるんです、カンペ。注意事項、こういう風にしてくださいねっていうのも全部入ってきた時に、うん、あの説明してくれる、うん、これね、メニューがね、可愛いんですよ。うん、ちょっと持ってもらっていいですか。かわいいメニューの上に3枚締め。かわいくね。裏もね。そうね、裏も。あの、意外とフードあるんだなっていう。あ、食べてみたいって。もうカルボナーラは僕、あれですよ。たまたまホイホイ。パスタといえばカルボナーラみたいなね。こっから。変顔そう。ウインナーを。ウインナーのソーセージの5種盛りとかちょっとでね、これ何が嬉しいって、オール500円なんですよ。ね、ワンコインでそれで。そう、だから、このピラフとかも、カルボナーラも、アラビアータも、ソーセージの5種盛りも、全部500円。で、ね、ちょっと結構あの嬉しい。で、ドリンクもね、最初の一杯、多分入場のあれで多分お金組まされてるのかな、うん、入場の時にあのライブみたいなもんです、うん、あのワンドリンクサービスみたいなね、うん、でプラスでこんだけ値段安いんですよ。で何よりすすきのにみにはね嬉しいね、このねアルコールがあるっていうね、うん、これが嬉しいね。
という、はい、メニューでした。メニューでできたのね。そう、ワンドリンクなんです。ぜひ皆さん、その当時に寄った際は一度手が入る、はい、動物好きな人だったらぜひ、はい、ツツキノというか、たぬき工事です。はい、たぬき工事の見えたな。三丁目って、ね、おとなしい袋かわいいなって、あのびっくりドンキーとか、はい、あのビジョン版は来てやつね、北海道の方に来ております。はい、好きな人はまた断らないでよ。あと夜のカヌキって意味のわかんない名言残す。ね、お最後に、お、ね、いや全然くっついてないじゃん、どこが動物好きなの。いやもう、お、よし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 。変わってないですからね、今よしよし振り向いてるだけで。だね、はい。うん、バードルフィンさんどうでした？いやすごい楽しかったですね。昔僕も石鹸インコ買ったんで、うん、鳥とかをこういうところに乗せるんですよ。いやこの足がね、癒されるんです。なるほど、はい、で一番買うときは鳥。鳥もそうですし、でもまだ触ってないフレイリードッグさんもちょっと触ってます。ああ、まあこの後ね、フリーフォームなので、時間が許される限りは、はい、本当に入れられると、やってます。はい。さあ、福さんが夜の時にバカサラに行くんですよねって。すいませんじゃないんですよ。いろいろね、ここに来たんで、いろいろ調査しないといけないんでね、まあ、いろいろと見てあげたいなと思うんですけども、はい。まあ、この後ね、お食事会がありますから、はい、うん、そこでいろんな話をできたらいいなと思ってます。はい、以上、はい、20カフェからお届けいたしました。よかったらね、皆さん20カフェ、いらないなら20カフェ、花火工事店でね、テレビのお店にも出てくるので調べてみてください。またねー。ありがとう。まあ最後に一つだけ、はい、ギョーピさん今日もいい具合に手がってますねっていうコメントでした。札幌ってこと。あ、パチパチ、ありがとうございます。はい、ということでドルドル TV も、はい、ドルドルまた見てください。ドルドル TV でした。ドルドル生 TV でした。